で、今回は24、怠け川渡りからやっていきますね。さあ、右の方行って、初見プレイです。右上のところをタップして。もうなんか、狐のやつ、狐かと思ったら友達か。これ木とかもなんか壊せそうな感じはしますよね。で、なんか、ピラニアとかがいるから、これでもタップしたらなんかシールもらえそうな感じもしますけどね。このフリフリをなんかどっかにあげるみたいな感じかな。これは？あ、やばい。これはゲームオーバーだ、多分。落ちちゃうね。今までのが全部無駄になっちゃった。食べられちゃったね。で、まあでもこれでもね、シール集めますからね、こちら。二つ集まりましたね。ピラニアのやつと、借りるね、みたいな感じですね。だから今の、これは関係なかったですね。ピラニアとは。これ、手を差し伸べるみたいな感じか。あ、ダメだ。左上の友達タップしたんだけど、日が暮れちゃう。わー、ずっとだ。二人ともでも寝ちゃったね。でもこの主人公くんずっと、この怠け姿でさ、ぶら下がってるっていうのも、ある意味すごいと思いますけどね。まあ、これうまい感じに使うんだと思うんだけどね。どっかに。あ、わかった。これ置くのか。あ、違うわ。これね、置いてからこの木の実をね、なんかちゃんとやるのかなと思ったんだけど。ここに塗るのか。あ、で、木続きで切ってもらって、木をやって、先に進むってことか。うまくいけましたね。で、これクリアですね。残りのちょっとシールも集めていきます。これ下には置けないみたいですね。なんか色をつけるみたいな感じで。これ今金にやったんだけど、これをね、主人公に渡す。あ、引き続きでやられるってことか。これで一応シールは全部集まりましたね。はい。じゃあ次。最初のバトルですね。これなんか見たことあるぞ。最初の3匹っていうの良かったですよね。あ、バトルだ。草むらからクモカモが現れた。じゃあ、攻撃してみる。怠け虫。怠けている。攻撃しない。怠け虫は倒れてしまった。怠け虫って進化したらやる気になるかな。こういうのもいいですよね。じゃあ、ちょっと道具って見てみる。え、使えんのこの体験。はい。怠け虫は剣を振り上げた。自分も燃えてたわ。これ自分で戦った方が、なんか、すぐ倒せそうな感じはするけどね。なんか BGM もいいですね。上とかタップしたらどうなるんだろう。あ、パートナーは張り切っているとか、怠け虫はうとうとしている。クモカモは様子を見ているとか。魚が元気に泳いでる。お、上のところとかもいろいろ調べられるっていうのもいいですね。じゃあ、道具一個ずつやって。あ、ちょっとこの草むらは何？めっちゃ気になったんだよ、この草。何か植えられそうだ。これなんか植えるんじゃない？多分。道具で。あ、進化の種だ、多分。これ入手したから、ここで植えて。地面が乾いている。あ、これで水か。魚は元気に泳いでるで。釣り竿か。うまくできてるね。じゃあ、ちょっとこれで、ちょっと釣りをしましょうか。何が釣れるんだろう。お、魚が釣れた。なんか水鉄砲みたい。これで水あげるのか。進化の種だから、ね。お、これで手に入ったぞ。はい。怠け虫に進化の実を使った。怠け虫は、チョウダリーに進化した。チョウダリーの怠け粉。クモカナは怠けてしまった。二人はバトルに勝利した。いや、うまい感じにできてる。やったー。クリアしました。しかも2枚手に入ってる。深まる絆。いや、2枚目ってことでしたね。残りも集めていこうと思っております。仲間を呼んだ。しかし、怠け虫しかいない。逃げる。怠け虫は逃げ出した。やられちゃったー。意外と強いんだね、敵。あと1枚ですね。
多分あと1枚はちょっと予想がついてるんですよ、私。多分だけど、進化の種を敵に使ったらさ、何になるのかなっていうのがすごく気になってるから、ちょっと進化の種を敵に使ってみます、あえて。ヒント見てないです、今回は。多分、そうなんじゃないかなと思ってる。ちょ、間違ってたらここは、カットです。さ。クモ、カモに進化の実を使った。クモカモは強くなっちゃった。ダブルでやられちゃった。すごい敵を解き放ってしまったな。面白いね、これは。また楽しいですね。25まで終わったよ。サボりすぎた、水やり。26ですね。トマト、もうこれダメだろ。多分無理よ、これは。どうすればいいんだろう。あ、翌日。何か入れ替えるしかないよね、これ。それしか方法はないと思う、私は。だから、このバラ、あー、そっか、バラは痛いってことか。手袋とか軍手を探すみたいな感じかな？開けてみるか。サビ取り。食べたそう。作物を与えると、その種を改良して不思議な植物。食べたそう。よく似ている柿の種とか。そういうのも出てくるってことか。なるほど。これはヒントですね。あ、これでなんかやるってこと？あ、なんかあった。これちょっと違うんじゃない？ちょっとやってみるか。はい、戻して。え、上描いた。おお、いや、やべえ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 。そういうことか。食べたそうって。せっかく、注意喚起されたけどね。お、なんかスプリンクラーみたいなのがある。あ、サビキラーあったね。では、ここ。これやるんだ。これなんか来るのかな？牛とかヤギとか。ヤギが来た。まあ、ヤギは見えてから私言ったけどね。あ、ここになんか植えんのかな？冷蔵庫もある。あ、トマトのやつもあるし。トマト植えてみるか。ダメだよね。絶対ならないよね。これも、あれだわ。みんなびっくりしてるよ。いや、でもなんとなく分かったぞ、今のね。多分もうこれしかない。消去法で。こう、これをね、多分だけど、この左のところに植えるんじゃないかな、多分。まあ、多分ですけど。植えれなかったら、あれだ。あ、鳴らさないといけなかった。で、ここに植えると。こっちまでは来ないだろ。さすがに。あ、で、私が。いえいえ、来るの？タップしちゃったからかな。いや、これもダメだったよ。リトライしたら、こっから遊ぶことができましたね。だから、ここまでは合ってるってことか。あ、このトマトをあげるんじゃね？食べた。あ。なんか、種もらいました。これ植えるか。はい。お！すごい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 ！翌日。でっかいトマトがなってる。よかった、食べたそうじゃなくて。はい、これでクリアしましたね。おー、上に上がってるね。いいね。27、拾ってくださいワン、みたいな感じかな。かわいい。なんか、どことなく、なんか、過去のシリーズの、なんかに似てるんだけど。あ、撫でるな、危険。無職、玉安容疑者。指名手配、この顔にピンとしたら、てる。あ、撫でるな、危険が来てる。タップしちゃったら、手に入ったよ。なんか、扇風機みたいなのも手に入ってんだけど。なんか、いろいろ手に入ってる。これ指名手配のやつ。紙。ちょっと警察に渡そう。お金のやつ、これ。で、お金を私はもらおう。ありがとう。拾ってください。これ一回で、あれじゃね、できるんじゃね。お金。
泥棒が来て、警察にも指名手配のやつ見せてるから、あの なんとかなるんじゃないの。あ、これでやっつける。え、まさかの一発でクリアじゃないこれ。あ、ダメだ、拾ってくださいだからね。あ、これでお母さん来てから、もしかしてペット増えるってこと。拾われました。え、まさかの一発クリアか。嬉しい。これ残りのシールも集めていこう。今自分でもどうやってクリアしたかちょっとわかんないな。警察タップしたら連れてかれた。まあ、本来こんな感じになるんだろうな。で、指名手配のやつにもやられてたりとかで、撫でるな危険を渡したりとか、これ上とかに来るから、これを主人公に渡したらなんかなるとか、いろいろあるんだろうと思う。ほらほらほら、残り1個か。あと1個はお金ぐらいかな。犬だけ持ってかれた。私は拾われなかったってことね。誰かついてきてるのかみたいな感じか。なるほど、うまくできてる。じゃあ次28、ぐうたら演劇ですね。演劇が始まりましたね。桃太郎かな、これは。これは何？渡して？あ、ルール説明。ナマケ君を操って鬼と戦おう。鬼は攻撃。防御は鬼から守る。ちょっとやってみないとわかんないな。初見だから。ほら、攻撃。あ、下合わせるってことか。この下のところ、グッドとかあって。攻撃、防御で。はい、これ何もないときやったらどうなるの？せがれるってことか。ちゃんとだからこうやってやらないとダメってことか。ほい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 。これ間違えたらどうなるんだろう。グッドとかちゃんとなってるけど。残り3秒。もう桃が来た。きびだんご、仲間の力で倒したってことか。日本一。しかもさっきの犬もいるよ。仲間が増えていくっていうのいいですね。一発クリアでした、これも。それではシールを集めていきますね。これは多分、一番最初にやらないといけないと思うけど。これ、わざと間違えたらどうなるんだ。ブブー。あ、終わるってことね、途中で。結構大変だったんだな、これ。あと2枚ですね。もう1個のシールに関しては、最後の桃をね、クリックしなかったら、ってことだと思うんですよね、これ。あ、仲間たちが来るけど私は負けちゃったみたいな感じか。なるほど。あと1枚ですね。シールのヒント。主人公をタップしてみよう。これ始まる前にタップするってことなのかな。じゃあちょっとタップしてみますか。左下つける前に。おい、始まってるよ、みたいな感じか。なるほどね。だから左下つける前に、主人公をタップするともらえるシールでしたね。じゃあ次、ハワイ旅行事件ですね。なんか飛行機取れそうなんだけど、これ。色的にも。イースターと、アマゾン、ハワイ。中に入ってるんかーい。これはなんか泥棒も入ってるんだけど、タップしたんだけど、これえ、それで終わり。あ、真ん中タップしたらダメみたいな感じか。あ、こっからやり直しになって、お金みたいなのもあった今。あ、私が今これタップしたんだ。どれを取りますかみたいな感じか。だから自由に取れる今。これもなんか取れそうだけどね。あ、これダメダメ、これ取っちゃダメなんですね。よーし、戻って。変えてみる、これ。寝てる、横置いて。あ、時間か。あ、なるほど。これ、今の人が間違えてこれを持っていく予定だったのかもしれない。タップしたら。なんか新しいの来たよ。ウィンも来てるよ、私。ほい。あ、気づかれなかった。あ、これでスルーみたいな感じか。
これは一発無理だな。この辺りでなんかやるんだろうね。なんか途中からになってるね。これはダメと。なんかさっき気になってた柄のやつですね。なんか怠けいたんだよ、今。私のやつ。お金。まあ、シールも集めるからね。勝手に開けたから怒られてる。早いですね、警備も。おー、さっきのなんだよな。この次来るかな？来たよ。お前かみたいな。いや、怠け者かみたいな感じ。怠け者のやつが手に入って。これをなんか使うのか。飛行機なんか取れそうな感じがする。あ、飛行機タップしたら、この中の子供に渡すことできましたわ。ここの飛行機のやつ。ハワイ準備中。間もなく出発。ハワイ行き。やばいなみたいな感じかな。あ、で、これで気づくってことか。なるほど。あとの1個のシールどこだろう。間に合ってよかったですね。はい、クリアです。これちょっとヒント見るか。うとうとしてる人をタップしてみよう。途中スムーズに行ったからか。だから最初うとうとしてる人がいるから、それをタップすれば OK みたいな感じですね。この辺にいましたよね。だからすぐ戻ればいいのか。あ、これで持っていくってことか。そうだそうだ。なんかもう一個のやつを渡しましたもんね、本来だったら。で、この人びっくりしちゃうよね。あ、イースターと言って。私も言ってる。仲良くなれたのかな。こんな感じでしたね。ヒントを見ると、なんかすぐできますね。じゃあ、友達を預かった。ふはははやっていくか。怖いね、最初。テレビは？学校行きなさいって言われた。テレビタップしたら、左下のやつ。あ、友達におぶって言ってもらおう。呼び出し中。応答がありません。応答がありません。手紙が来ました。友達を預かった。いつも助けてくれる友達はもういない。うはは。助けたくば。ここまで来い。住所。あ、友達のために行ってる。あ、謎解きみたいな。あ、こういうの好きなんだよね、私。いきなり始まったよ。まさか本当に来るとはな。いいだろう、お前の本気を見せてみろ。だからこれどうすること？これだよ。どれか3つの、あ、落ちちゃった。あ、変えるってことか、これ。初見プレイだから、なるほど。あの緑のところは変えれるってことだよ、多分。タップしたら。お、ほらほら。移動しましたわ。他は変えれないと。これを選択。で、最初のところは突破して友達を救ったみたいな感じか。よーし、仲間が増えたぞ。お、重さ問題だね。公平の間。ほう、少しはやるようだな。次もうまくいくかな。はは。あ、やば。これ、重さをちゃんと均等にしないといけないってことか。80と60で140。あ、お、できた、できた。これでも乗せる順番とか大事なのかな。あまり、あれだよね。あれ、ちょっとどうやって乗せんのこれ。あ、こっちに乗せないといけないのか。なるほど。で、じゃあ100乗せとく。あ、これちょっと左に乗せたいんだけど。乗らないんだけど。どういうこと？右、壁が破れてる。え、なんか体重計みたいなのがゲットできたんだけど、これ。使うのかな？え、こっちの方に乗せたいなってあったんだけど。あ、これは ?80 キロか。あ、そういうことか。合わせてやるってことか。こんな感じで。これ公平なら80だから80のやつ乗せるってことか。私、ちょっとこの人たちが乗るんじゃなくて、右と左で重さを合わせるのかと思った、今。まあ、それがちょっと失敗の原因ですね。もう分かってるからこれで OK だね。80。はい、合うよ。だから、あの、体重計はヒントになってたね。ヒントっていうか、まあ、体重計があったら、まあ、普通にクリアできますよ、みたいな。体重計やらなかったら、まあ、本当に運になる、みたいな。最後は？お、鍵。どうする？先に進むか、友達を救うか。ここまで来るとは大したものだ。されどガキは一度きり。お前一人ならば助けるかもな。されど鍵は一度きりか。どっちを使うかみたいな。この上のところとかは、
なんかタップはできたんだけど。友達をやったら先に行けって言ってる友達は、もうしょうがないな、じゃあ。先に行くよ。お前らがそう言うならな。でも私はわざわざ助けに来たんだぞ。あれ、逆に出ちゃった。戻ってきちゃったみたいな感じになっちゃったな。何度も拒まれたけど入れるみたいな感じなのかな。いけいけって言ってるけど、こっちを救う。2回タップみたいな感じですね。で、左に行くってことかな。お。試されてたのか。少しは成長したようだ。友を助ける優しい心を忘れるのはないぞ。これもう来た時点で友を助ける覚悟あるからね。で、これでみんなで出るってことか。誰がさらったんだろう。あ、朝の会、間に合った。委員長。まったくもう、あ、お母さん怒ってる。左上。これタップとかしたらどうなってたんだろう。あ、これでクリアできましたね。それでは、シール集めやっていきます。これどうなるの？行ったり来たりをずっとしてる。これもシールが集まりますからね、一応。とりあえずこれはここだけみたいな感じかな。で、落ちたやつも一番最初にやったから、もうそれは回収してるからね。はい。友達を救って。このストーリー好きだな、私。ステージ30。で、これね、右側に100キロ乗せるってヒントで書いてあった。で、左をタップしようって。あ、犬が落ちるってことね、今度は。私たちの方が結構重たくて落ちることがあったけど。なるほど。で、これでクリアでしたね。まあ、わかんなかったらヒントを見るっていうのがいいかもしれませんね。で、エンドやっていきますか。コンビニ？働く怠け者？え、働いてる姿が見れるってこと？大丈夫。不安なんだけど、ほら。めっちゃ行列できてるじゃん。雇った人もかわいそうだ。わ、かわいそうだな、雇った人も。520円。あ、これバーコード、ここよ。私が手伝ってあげるってことか。なるほどね。バーコードを見つけて、ピーチで。え、で、これさ、こんなバーコードのやつ使ってる最近。これどうすんの？え？ないんだけど、これ。やば。わかんない、これ。え？外かな？あ、こっちか。クーポン50円引きみたいな感じか。で、ちゃんとやったみたいな。てか、130とか、お、ちゃんとなったじゃん。で、友達も来た。で、みんなでね、仲良く食べてますね。もう、みたいな感じか。お、流れ星だ。でもなんか、人には恵まれてますよね。この怠け者に関しても。ね、怠けボーイ君も幸せ者だよ。これ友達に囲まれてるから。ありがとうございます。素晴らしい。毎回この最後のエンドってすごくいいですよね。で、シークレットモードも出ました。今までのキャラクターもこれ、後ろに出てくるっていうのがいいんですよね。院長も可愛かったな。で、こっち、シークレット。シールを100枚集めると、8月32日、あってもよくない？やっていくか。どうなんだろう。ウルード氏がなくなっちゃうと思うよ。ウルード氏やめて、8月32日作りますか？ 4 年に、あ、1回みたいな感じで。じゃあ、ちょっとやっていくか。お、なんかゲームとかあるよ。怠けボーイ、スタート。お、クリアしてるね。頑張って。読み込み中。え、中入れたんだけど。これ、ブドウ飲んだやつだよね。なんかまたやんのかな？なんか始まっちゃった、突然。あ、これ戻ることができる。え、何かやるんだろうね、これね。ドア開けたらお母さん、学校行きなさい。8月32日、はてな、なってるよね。じゃあ、ちょっとゲームやっていくか。
じゃ他のところ入ってみよう。雷雲とかもある。うわあ焦げたんだけど。ああ、でも焦げただけか。え、これこうやって楽しむもんなのかな？クリア要素あると思うんだけど。あ、これも懐かしいね。はいはいはいのやつですね。あ、この続き気になってたんだよ。結局どうなったんだろう。この続き。あ、終わっちゃった？あ、そうそう、扇風機でこれやってから、取って戻してみる。これがゲットできた。あ、これで他のところで使うってことか。雲をちょっと、のけてみるか、雷雲。これ邪魔だから。お、太陽みたいな。これで吸血鬼のところで使うみたいな感じか。なんかちょっとずつできた。と一番下から選んでやるみたいな感じか。太陽に、朝にするこれ。はい。戻したよ。早く戻らないとやばいみたいな。マントがゲットできるのか、これで。で、このマントをまたどっかで使うんだろうな。飛べるか、真ん中。これ使えないね、でも。じゃあ、ちょっと一番下に行ってみるか。あ、と、これ飛んで取るってことだ。あの、煩悩のやつ、多分。あれ、ちょっと上ができない、これ。多分だけど、これで届くはずなんだけど。なんか違うっぽいから、ちょっと他を探すか。現実世界に戻ってきましたわ。なんか勝手に連れて行かれたみたいな感じになっちゃったな。今日から2学期、夏休みは楽しめましたか？宿題提出ですね。これでクリアしましたね。シークレットステージでしたね。クリア。フルコンプリートおめでとう。あなたは全ステージ&シールをコンプリートしました。その努力を称えてここに称します。トロフィーが追加されたよ。ぜひ確認してみてね。これからもゆる脱出シリーズをよろしくね。今回はこちら、やっていきました。ご視聴ありがとうございました。実況者は、ジョエでした。こちらの方は、なんか概要欄に前へっていうのがあります。あと、各地でダウンロードインストールして遊んでみてください。他にもなんか、このゆる脱出シリーズたくさんあります。だからもっと遊びたいよっていう人は、こちらのおすすめの一覧からね、ちょっとダウンロードして遊んでみるっていうのもいいかもしれませんね。この左上のゆる脱出シリーズっていうのをタップしてみてからですね。タイトルに追加されてますね。コンプリートとか。おめでとうみたいな感じですね。今回は怠けボーイでしたね。王冠も被ってる。おにぎり。こういう演出いいですね。